あなたたち、リフレッシュできた？ええ、気分転換になりました。疲れている時に甘いものはいいですね。すっごくソフトクリーム美味しかったです。みんなでカフェに行けてよかったです。それはよかったわ。さあ練習に戻るわよ。残り時間も少ないから、あと 2,3 曲で終わりだと思って、最後までしっかり気を抜かないでいくわよ。今日はそれぞれの音は悪くなかったと思う。ただ全体の調和が取れているとは言えなかったから、音のバランスを調整しないといけないわ。あなたたち、次の曲に新しい音を使いたいならどうするのがベストか、それぞれ考えてきて。最後の演奏もベースにしてみて。はい。そろそろ終わりの時間ですが、片付けますか？仕方ないわ。片付けましょうか。そうですね。レンタルした機材の片付けは宇田川さんと白金さんにお願いできるかしら。湊さんはマイクケーブルの片付けを。分かったわ。ギュッ！湊さん、大丈夫ですか？いった。ごめんなさい。ギターのシールドが足に絡まって。湊さん、気をつけてください。って、何か床にこぼれてますよ。あ、すみません。休憩の時に飲みきれなかったホットミルク持ってきてたんです。あ、わわわわ、床一面真っ白になっちゃった。飛び散っていますね。早く拭かないと壊れてしまいます。あなたたち、急いで片付けるわよ。私、ハンカチとティッシュ持ってるから使ってください。これティッシュ切れちゃってる。みんな、お待たせ。早めにバイト終わったから急いで来たよ。もう練習終わっちゃった？ええ、ついさっき。そっか、ちょっと間に合わなかったか。残念。本当は今から行くよって連絡しようと思ったんだけどさ、スマホの充電切れちゃったんだよ。って、何この惨状は。何をこぼしたの？シールドもマイクケーブルもぐっちゃぐちゃだし。それはホットミルクで。とりあえず話は後で聞くから、みんな片付けるよ。